社長に万が一の時会った時にそのここの屋台どうなるんですかね。あのだいぶみんな育ってきてますから、うん、大丈夫ですよ、うん、人材育成だけはあの一番私力入れてますから。先生、本先生が喋ってる。先生、わかる、わかります。先生って言いたくなります。今日よろしくお願いします。グッジョブ。グッジョブ。グッジョブ。あれなんかちょっと違う。よろしくお願いします。グッジョブの時間がやってまいりました。ホストは株式会社リンクステーションの大島社長、そして私神谷人と2人でお話を進めていきます。ゲストは八戸屋台村弥勒横丁を手掛け。全国的に注目を集めている有限会社北のグルメ都市の中井社長です。あの弥勒横丁のこうコンセプトがありまして、その中にももちろん食もそうなんですけど、そのエコリサイクル環境に配慮するということも入ってるんですよね。しっかりこれがもうこのコンセプト自体が中井社長そのもののように感じます。素晴らしいね。素晴らしいですね。いや、私もそう思いました。本当に今ご自分で読み直して、うん、やはりそう思います、ね。素晴らしいと思うね。本当になかなか なかなかね、あの企業会社建てる時に、うん、ここまでコンセプトをこう歌う人ってなかなかいないと思うんですよ、うん、歌える人って。これはね、私はね、その土地をかあの貸していただけるっていう時点で、あの全部取り壊ししましたね。でさら地になった時点で私これをやりますって最初に掲げたんですよ。先にそこの土地をですね、あの買う時にはもうこういうことも全てお話しして、うん、そうです、ということですか。こういうふうなやつで町づくり地域づくりで目玉にしたいと、外からお客さん呼びたいと、うん、そういうふうなのでいかがでしょうと、うん、まず土地をお借りできなければあの絵に描いた文字で全くこれはできませんでした、うん、私もやるつもりはなかったですね。これって、うん、あのこういうの作ろうって考えてからそういう行動に移るまでってどのぐらいかかったんですか。半年ぐらいです、ね。半年ですか、うん、めちゃくちゃ早いですね。早いですね。あれちょっと待ってください。新幹線が来る前に片面オープンで、新幹線が来て落ち着いてから片面オープンしましたから、わざと。もう出来上がりの状態ではなくて、うん、またその進化系を見てもらうというマスコミさんに取り上げていただけるような方法として、うん、結構ですね、戦略的にやられてるんですね。失礼ですけどね、 ある程度この辺は戦略的に考えないとダメですね。うん、でも なんで屋台村だったんですか。単なる流行とかそういうふうんじゃなくて、江戸時代からの屋台のその 3.3 坪の1対8 の法則っていうのをきちっと守ってであれをやってるという形ですね。店主真ん中に置いて8人のお客様が囲む方式、これがあの現在考えうるコミュニケーションを最大限取りやすい方式で、これ以上のものはないという結論に達したんですよ。3.3 坪を 1.8 の法則って知ってる人なかなかいないですよね。あの空間しかですから、あの空間があれ以上広すぎても狭すぎてもダメな空間なんですよ。あの空間でないとあの見ず知らずの人とお話し合いができないっていう空間ですね。でそれは社長が考えた空間のサイズなんですか、それともそのなんか昔からの歴史、いろんな資料を調べた結果がそうであるということですよね。今だから全国に18店舗ぐらい屋台村ありますから、はい、この形式そのサイズっていうのは社長が考えたみんな 3.3 坪なんですか。その通りです。そのこの空間は絶対に譲れない空間っていうところです。それを作ったのも社長なんですか。 3.3 坪だよって言って、うん、社長が最初に作ってそれをみんな真似、これが一番ベターでしょうっていうことでね。どれぐらいのところ、うん、あの中井社長がアドバイザーとして関わってるのはどれぐらいの年、何箇所あるんですか、ね。だから今18箇所ぐらい、もうそうなんですね。そういうの嗅ぎましょうよ、ここに、ね、全国の屋台村それ一番大事全国の屋台村の陰に中井社長あり、陰ではないかもしれない、表だって出てほしいですよね、うん、マックで私6年やってファストフードを全部知り尽くしてますんで、作り方は非常にファストフードの作り方してます。あれは基本的にとおっしゃいますと、
外から全部丸見え状態とか、まあ、いろんなのが含まれてますけども、あのファストフード的作り方ですね、屋台としては。確かに外から見えてると安心感ありますよね、うん、あれもわざとですよね。あのお客さんが、知らないお客さんが外から見て全部お客さんから店主の顔からメニューから価格感柄が全部分かるような形にしてあげてるっていうのは、うん、あのそういうふうな形ですね。あ、そうなんですか。まあ、でも地域づくり、町づくりというか、あの町おこしに一番いいと思いますよ。あまり、まずあまり金がかからない、この屋台ですから。それとあとその若手企業家の育成ってあるんですね、はい、私若手企業家を育てたい、ここを非常に私あの力入れてるんですよ。で大体ね、あの3年契約3年にしたんですけども、3年真面目にやるときちっとお店が、あの自分のお店が持てるような形にしてあげてます。あの屋台村を卒業して、うん、実際に別の場所で自分の店舗を構えてる方も、うん、18人ぐらい今いますね。そうですか、うん、すごい、すごいですね。虎の穴ですね。もっとアピールしましょうよ。自分もお会いして初めて聞きましたよ、そういう話。あ、そうですか、だからとにかく、自分の目的があって、将来お店を持ちたいっていう子は、まあ、ぜひ屋台村にね応募していただいて、環境対応型屋台というのはもう少し詳しくお伺いしたいのですが、はい、まずあの施設そのものはあの全てエコロジー商品です。ですからあの床材なんかは青森県のホタテ貝の材料のやつ使ってるとか、ハイタイヤのエコウッドっていう風なやつで、それはもう中井社長が関わってらっしゃるからゆえですよね。他のそのそうですね、ずっとあの環境やってましたから、あのその屋台村に関しては全ての思い入れを今までやってきたのを入れようと思ってましたから、だから環境は特に全面的にやってます。あの仕事が終わったらば、生物とかを全部あの機械に入れるような仕組みになってるんですよ、そこは。ディスポーザー、生ゴミ処理機、500万の生ゴミ処理機入れてます。でそれ仕事が終わったら必ずそこに入れて帰るっていう仕組みになってて、26店舗そこに入れてます。で、8時間後に肥料として出てきますんで、それはそれで取ってといて、で月1回あの農家の方にそれを差し上げてます。あで広いになるんです、ね、でそれをもとに、翌年からあの野菜取れ始めてますんで、その野菜は全部屋台村で使うようにしてる。回ってる循環型ってそういうことですか。そういうことです。おっしゃる通りです。すいません、ようやく分かりました。そうそうそう、なるほど。裏にはこういうコンセプトがあったってことを知らなかったですからね。だから今この話を聞いても行きたくなりましたよ ね, ねただ美味しい楽しいだけじゃなくて、ね、なんか自分も役に立ってるんじゃないかっていう気持ちにもなってきますよ ね,、うん、そうですよね。びっくりしました。本当に新幹線が青森まで伸びたことによって、八戸の方のこの弥勒横丁、あれ以来お客さんっていうのはどうですか。いや、おかげさまであの10年連続右上がりですね。なんか宣伝広告とかいろいろやられてるんですか。いや、宣伝広告 は基本的にボランティア会社ですから、これ全部書いてありますけども、あのこの北のグルメ都市もボランティアで私含めて、4人の役員いますけども、お給料一切もらってない会社です。もらってないんですか。そうそうそう。これ株式会社ですか。有限会社です。有限会社で、有限会社北のグルメ都市はただ働きなんですか。ただ働きです。え、社長どこからお金もらってるんですか。か、家業が、あ、こっちですか。家業がありますから。運営会社っていうのは別にあの家賃収入だけですから、あの全額借り入れしてますから私は。ああ、それの返済で。リスクを負った究極のボランティアをしてるってことです。そうですよね。いいんですかそれで。いや、いいんじゃないですか、これで街が良くなって。とことんやってますね。やるとやっぱりとことんやないな。とことんですね。
屋台村でどんどんそっちに知ってて、ね、町の中にあの私がきちっとあの学習した子がどんどん育ってって町づくりができればそれでいいなと思ってますよ。やっぱりまず人材育成ですよね。すいません、ありがとうございます。八戸市民っていうか青森県民を代表しなんかお礼申し上げたいですよね。帰りたくなりましょう。すごい、ボランティアは一銭もらってないですよ俺。それとは先ほど言った、当然会社には金ないですから、今まで10年間広告宣伝費を売ったこと一回もないんですよ。でもいつでも話題ですよ。ゼロ円。その代わりあの私がいつもどうやったらマスコミの方々に記事としていろんなんで取り上げていただけるか、そればっかりは失念品を考えてます。あ、どうしてここまでやるんですか、やれるんですか。だから私はあの人のためになんかやってあげたいっていうのが基本的な考え方ですから。私もそうだったんですよ。私そうだったんですけど、社長の前だとなんかすいません違ってましたって言いたくなります。なんか人のため自分にやっぱり余裕、ゆとりがないと人のためにって私は小さい人間なので思えないんですけど、私もなんか仲介の人間やっぱりその人の生き方じゃないですかね。その幸せ度っていうのはそれぞれによって違いますから。そう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 、まず間違いなく言えるのはお金あれば幸せだっていうことは間違い絶対にありえないと思ってますから、どういうふうな形の生き方っていうか、どういうふうな形の考え方でそれで、ね、お金なくても幸せな人いっぱいいますから、やっぱり自分の信念を持って生きていくっていうことですね。一言色紙にしたためていただきたいのです。お名前とともに。This program was brought to you by Link Station.青森市にはどうな何が必要ですか、ね。あのね、八戸は、はい、通過駅になっても全然あの客数は落ちてないんですよ。もう完全に定着したんですよ。はい、ね。そうですね。うん。だからこれこのまま行っちゃうと八戸で降りて止まって、でそのまま今度函館に行くっていう状況になってきますよ。今のままだとそうなります。そうなると思います。あそこにいいロケーションあんだけどね、あの駅名のとこね。どこですか。あ、駅のとこ。駅ってあの今までの駅の海側の駅の、あのねぶたのわら家わらせがあったり連絡船があったり、あの界隈ですか。あそこに屋台も作りましょう。お、作りましょう。あそこにやってますか。あそこベイエリアはいいと思うんですか。いいと思うんですよ。100千年間の中井社長もおっしゃるんだから。